します鈴木参考人、はい、経団連労働法制本部長の鈴木と申します。私は、えー、育児、介護、休業法等の一部を改正する法律案に賛成する立場から意見を述べさせていただきたいと存じます。経団連では、昨年、えー、皆様のお手元にお配りをさせていただいております、えー、ピリオド新成長戦略を取りまとめました。 サステナブルな資本主義を基本理念として掲げ、さまざまな格差の是正を図っていく必要性を強調した提案になっているところでございますが、仕事と子育ての両立支援の重要性についても触れさせていただいておりますので、少しご紹介をさせていただければというふうに存じます。まず、付箋の貼っております3ページをご覧ください。 下から6行目、第2としてと書いてあるところでございますが、将来にわたる持続的な成長を可能にするための、子ども、若者の教育、子育て世代への支援など、未来への投資を重点的に拡充する必要があるとしております。また、恐れ入りますが、後ろの27ページをご覧をいただきたいと存じます。 政府・経済界を中心に取るべきアクションといたしまして、両括弧4、生みやすく育てやすい社会に向けた集中投資を挙げております。下から3行目でございますが、出生率回復を明確に国の優先課題に位置づけ、そのためのあらゆる対策を強化すべきである、出会い、結婚から妊娠、出産、子育てに至る切れ目のない支援策の充実、 具体的には、不妊治療への保険適用、待機児童問題の終結、男性の育児休業取得を促す環境整備等が求められる。こうした中、企業は時間や空間にとらわれない多様で柔軟な働き方を取り入れ、仕事と子育ての両立を推進する。また、産休や育休の取得によるキャリアの中断や遅れの回復が可能となるよう制度を見直す。 男性が育休取得時に限らず、育児を担うことが当然になるよう、職場の雰囲気を含めた環境の整備を進めるとしており、経団連としてその実現に向け取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。今回の改正法案は、ただいまご紹介した経団連が目指す社会の実現を大きく前進させる内容であると考えております。以下、法案の内容について申し述べたいと存じます。 まず、男性の育児休業を取得促進のための、この出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み、いわゆる出生時育児休業の創設についてであります。同制度は、企業の実態に配慮しながら、男性の育児休業に対する多様なニーズに応え、取得率の向上につながるものと評価できると考えております。企業の実態を踏まえていただいたと感じる点の第一は、 申し出期限についてであります原則2週間前までとされているところ、新たに設けめ求められる、えー、措置義務を上回る取り組みの実施等を条件に、2週間を超え、1か月までの間で別段の申し出期限を定める例外を設けていただく方向での提案となっているというふうに理解をしております。業種業種態によってはは週間前の申し出では 代替要因の確保が困難であるという企業の声がございます外部から代替要因を確保できない場合職場の同僚にカバーをしてもらうことになりますその際幅を持った申し出期限を認めていただくことで同僚の理解協力が得られやすくなると考えております企業実務の配慮の第二点目は取得日数のカウントについてでございます 配偶者出産休暇や育児目的に利用できる執行年給など法定外の育児目的休暇につきましても出生時育児休業として扱っていただきたいと深海で要望をいたしたところでございます結果として県議におきまして取得日数等の要件を満たせば出生時育児休業を取得したと返される旨取りまとめをいただきました育児目的休暇は 仕事と育児の両立に向けて企業労使が知恵を出し合って設けてきた制度であります。そうした制度を出生時育児休業と同列に扱うことは個別企業労使による独自の取り組みを後押しするものだというふうに思っております。次に休業中の就労について申し上げます。出生時育児休業,中休業の期間中における労働者の就労を認めた場合、 えー、例えば人手不足の企業経営者が就労を許容するのではないか、まあ、そうした懸念が審議会において出てまいりました。議論を尽くした結果、労使協定の締結および当事者と事業主の個別同意を条件とすることが盛り込まれ、事業主による強制的な就労を招かない仕組みになったと考えております。もとより育児休業は 育児ののためにしっかり休むとといいうことが制度の趣旨でございます使用者は審議会におきまして、就労可能日数は制限すべきこと、育児休業や介護休業制度には適用すべきではないこと、休業中の就労は男女間の育児休業取得率の差が埋まれるまでの臨時的、一時的な措置という位置づけを明確にすべきことなどを主張し、休業中の就労の仕組みの濫用はあってはならないという、 思いいいいをを強く持っててたたととうこ復元させていただきます続きまして、育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知、移行確認の措置について申し述べたいと思います。企業にお話をお伺いをしたところ、出産予定の配偶者がいる社員に対して、育児休業制度を周知することや、 育児休業を取得しやすい風土を醸成することが、男性の育児休業を取得促進に効果があるとの声を多く聞きました。そのため、雇用環境整備と個別周知、移行確認の措置義務は、男性の育児休業の取得率向上に寄与すると期待をしておるところでございます。法案には男女とも育児休業を分割して2回まで取得できることとする見直しが盛り込まれております。 経団連といたしましても審議会の審議に入る前から分割取得を拡充することで、より取得しやすい仕組みにすることの必要性を感じておりましたので、この見直しを評価をしております。育児休業の取得の状況の公表について申し上げます。世の中の仕事と育児の両立に関する関心が高まる中、取得率を向上することは、 企業自らが積極的な取り組みを進めていく機運を醸成することにつながると期待しておるところでございます有機雇用労働者が育児介護休業を取得する要件の緩和につきまして有機雇用労働者の皆さんが育児介護休業を取得できる機会を増やすことに直結するためこの見直しは適切な見直しであると考えております最後に今回の改正法案は 老生審で後老子が真摯に議論をしまとめたものを踏まえていただいたものと受け止めております男女とも仕事と育児の両立ができる社会の実現に向け本法案を可決成立いただきたいというふうに存じますなお改正法案の中身につきましては例えば出生時育児休業と普通の育児休業との関係がどうなっているかなど一般の方には分かりにくい部分もございます 法案を可決成立いただいた暁には、政府から分かりやすい制度周知をお願いするとともに、環境整備義務の履行に役立つ各種ツールの提供をいただけるとありがたいと思っております。経団連といたしましても、男性の育児休業を取得促進に向けて、積極的な周知活動と機運情勢を展開してまいりたいというふうに思っております。私からは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 次に井上参考人にお願いいたします。井上